こんばんはとさとちゃんこんばんはわたるさんこんばんはまあでも難しいかなあ、あでもいけそうさとちゃんさんこんばんはまた例のホテル <laughs> 道具さんこんばんはということでですねええー、ちょっと テロップをつけようえー、たん誕生日祝い配信 <laughs> 独ハさんこんばんはお久しぶりです壁紙が豪華トイレ <laughs> ウルトラスーパーおはようこんばんはこんばんばはおはようでもあるんだお早起きだねってことでですねなんとえー、今からですねちょっと遅ればせながらのえー 誕生日配信をしたいと思いますえーパン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 ケーキ作れますかそれがですね、ケーキ作れなかったんですよ。ちょっと、試みたんですけど、材料とかがね、買えなそうだったので、とりあえず、あのケーキ用意しましたか皆さん。ゲームショーのメイクが残ってそうなの。ちょっとね、ごめんね。ゲームショーのメイクがね、めっちゃね、残ってます。ちょっと後ろが、あこの方が、この方が見やすいね。うん、この方が見やすいね。 ペンペンさんクラッカーありがとうマガンダンガメヘイカーカイルフローグッドイブニンカイルフロー Thank you for coming いちごスペシャルああでもそれでねそう無理だったんだよねそうちょっとねあのー、そう朝ねポストしたんだけど、あのー、材料がねちょっと調達するのがね難しくててかね出れない <laughs> 出れないよく考えたらね出れなくてスーパーとかね行けなくて あこれちょっと厳しいなと思って行ける範囲でもねちょっと厳しそうでただコンビニとかはあるからと,とりあえずコンビニでねあのケーキを買ったのでケーキと飲み物をちょっとね、あのー、まあなんか歌歌ったりしながらお祝いをさせていただこうかなと思います本当はお家でやりたかったけどかなり遅くなりそうだからこんばんは今日わからんくらいもう飲んでみっしゃしこんばんは <laughs> いいもう飲んでるの早いね ありがとうございます。ということで、皆さん、ケーキありますか逆に。ケーキ用意してますかケーキ用意しといてって言ったけど、みんな用意してるかな。マータンさん、こんばんは。八嶋嘉人さん、あか、ありがとう、ありがとう。うんさん、ありがとう、こんばんは。そう、ちょっとね、今、仕事先でゲームショーにね、出させていただいてて、そのね、メイクがね、そう、残ってるの。そう。メイク落としてもよかったんだけどそう、ちょっとね、あの、あえて残しといてもらった。せっかくプロのメイクさんにやってもらったから。 クリームパンしかないなんで <laughs> ケーキ用意しといてって言ったのこんばんは春ささんこんばんはということでじゃあちょっとねえー、ねでもねそんなこと言えないの人のこと、うん、もけさんこんばんはだってうちもケーキなんかね頑張ってね調達しようとしたんだけどなかなかねなくてさケーキがょっと待ってね ケーキがなくてですね。とりあえず、こちらを用意させていただきました。じゃーん。えー、モンブラン。<laughs> モンブランはケーキでしょね、僕は今から晩飯やからカツ丼買ったじゃん。カツ丼いいなご夜ご飯か。ありゃね、あとね、これですね。乾杯ドリンクって言ってもちょっとカロリミットなんだけど。糖や脂肪の吸収を抑えます。すごい。 すごい、あの、明日のイベントに <laughs>、ケーキに、ケーキと戦おうとしてます、明日のイベントのために。はい。あのでも、あの、まあ、あの、缶のジュースと、あのね、ちょっとね、朝ごはんのね、オレンジ、オレンジ、こっちらを食べさせていただこうと思います。改めまして、23歳になりました。ありがとうございます。はい。はい、ということで、19日になったんですけどね、そうお酒、お酒じゃないよ。キリン、キリンのやつだけど、 あのお酒ではないです、はい。シュワシュワしてるだからシャンパンみたいかなって思ってこれ買ってみた。スパークリングって書いてあるからアップルスパークリング。そう。お誕生日ということで食べさせていただきますよ。もしかしてもっとイスキーの方ですかそうです、まあ。もしかしてもっとイスキーの方です。守りに入る五十嵐恵さんさん。<laughs> こんばんは。<laughs> そうです。とうとう脂質を吸収するよ。<laughs> それ美味しいんでね。あ、美味しいんだ。とりあえず乾杯しましょう。皆さん乾杯ドリンクはありますか当たり前ですが乾杯ドリンクはありますよね。さあ飲みましょうみんなで。持ってるなんだこの音は。 もしかして僕はあなた好きなんでしょうイングリッシュマンさんこんばんはまた来てくれてありがとう。<laughs> 好きなんだよ。誕生日ありがとう。じゃあちょっと乾杯させていただいてジャスミン茶でもいいよ。いいよケンケンさん初めまして。ジャスミン茶でもいい。みんなで乾杯しよう。とりあえず飲み物を掲げて。感動です。握手してください。感動。いやーもうぜひ会いに来てくれ。あのただの女だ。はい。みんな飲み物を掲げてください。 乾杯乾杯お誕生日おめでとう五十嵐彩香ろくに祝えてないけど、これでやっと祝います。お誕生日おめでとう五十嵐彩か乾杯ケーピー乾杯乾杯,乾杯みんな何飲んでんのいただきます。うーんあれ美味しい ハッピーバースデーありがとうのぶさんおめでとうありがとうマたさんありがとうございます乾杯マたさんありがとうのぶさん乾杯お酒飲めないけど乾杯乾杯イングリッシュマンさんありがとうありがとうみんなめぐみのさんもありがとうね解明しましたさんあ,ありがとうペペ様ありがとう誕生日おめでとうありがとうございますはい !23 歳になりましたえー、今年は、そうですね。いや、マジでね、今年はね、ぶっちゃけね、本当にね、今年、 今年が勝負だと思ってる、五十嵐は。こんばんは、こんばんは。はい。さっきスーパートライ飲み終わりました。じゃあ、今からもう一本飲んでください。<laughs> わあうん。今年がね、勝負だと思ってます。私は。ちょっと今年頑張りたいと思います。マジ。あきちゃんクラッカーありがとう。はい。23歳。マジで、勝負。今ね、あの、ありがたいことにお仕事がね。 チラ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 入ってきてますがえー、このこの木にこの木を使ってえー、なんとか売名行為をしない限りちょっと私にはなかなかあのねあのこの先なかなかハードな人生になってしまうのでちょっと今年でねもう売名大成功させたいと思います <laughs> 売名って言い方がちょっと <laughs> よくないけど最近バイトしますか最近バイトしてますかバイトだらけだよバインジバイトしかしてないよ五十嵐はそうこん、こんまはこんまはああ漢字の方だこんまは斎藤さんこんまはマザークラカンニコありがとうありがとうということでケーキを食べさせていただきたいと思いますみんなケーキ買ってるちゃんとねケーキ買ってるよねちゃんとケーキ用意してますかいやー今日も頑張りましたゲームショー あのね、あの、服、スーツがね、マジでね、やばいんだよね。着てると。ポコさんこんばんは。ありがとう。ありがとう。あ、斎藤さんバラ、ありがとう。わたさラッカー、ありがとう。ね、ありがとう。ねありがとうね。こんばんは。ポコさん。売名行為じゃなくて、バイト行為ばかりだな。いや、バイト、なんて言うんだろうな。あの、来月からですね、舞台のね、稽古が始まるんです。そう。だからね、正直、今が一番忙しい。 来月、舞台始まったら、バイトね、あの、ほぼ、しない予定なんですよ。あの、稽古に集中したいんで、どういう感じかもわかんないし、まだ初めてだから。そう、だからその時のためにね今ね、バイトしまくって、来月に備えてるって感じです。なんで逆に来月はバイトしないです。はい。まひでさん、こんばんは、お久しぶりです。渡辺さん、クラックありがとう。ということで、ちょっとケーキをあ。あ、なんか落ちた。ケーキを食べさせていただきます。みんな、ケーキはケーキ買って。 ね飲食店だっけ飲食店飲食店じゃないよいただきますこちらですモ村ブラモッさんハート10個ありがとうハート10個原崎さんもありがとうモッケさん星ありがとうございます買ってきた買ってきたえらいのぶトさんあのぜひツイートしてください,いハッシュタグ五十嵐かでお誕生日おめでとうであのぜひ買ってきた ケーキチートしてくれたら、あの、いいね、しに行くので、ぜひぜひよろしくお願いします。ミスターサミラーボールありがとう。ちょっと待って。ちょっと待って。あ,ーありがとうー。ちょっと待って。<laughs> ハードすぎる。ありがとうございます。カレー食べながらビール飲んでる。あ、最高すぎ。いいね。カレー食べならビールか。ビ、カレーは何自分で作ったのそれとも買ったの食わせるか。<laughs> 食べるよ、絶対。ミラーボールいいですね。アッキーさん、こんばんは。お誕生日で。てんちゃん、ありがとう。乾杯。君の、君の瞳乾杯。いただきます。いただきまーす。うん。うんうんうんしいうん、メロンベータさん、ミラーボールありがとう。何その食べさせない意志。ありがとう マだムさんからも見破りいただきました。ありがとうございます。あ,ありがとう。<laughs> 無理。ありがとう。本当に落ちちゃうから。ね。うんあ。ありがとう。フォローしました。フォローしました。ありがとうございます。ありがとう。君の人に映った僕に乾杯。<laughs> 乾杯。じゅんくんさ、んこんばんは。 うん、ミラボが飛んでる。ミラボが飛んでますね。いただきます。うーん。うーん、おいしい。猫のドレスさんこんばんはお久しぶりです。なんあもちアキさんミラボールありがとうです。ちょっと待ってよ。食べさしてよ。ア <laughs> きキさん、え、本当に怖い。あ,ありがとう。おお ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、アきキーさん。乾杯。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。本当に。アンジュさん。うんうんうん。坂井さん、こんばんは。うん。まあ、ひいた。ミラーボの舞が。ケーキを食べさせてくれません。みんなが。違いの分かるさ、こんばんは。来てくれてありがとうございます。お久しぶりです。うん。わーお。うん、炭酸ね、五十嵐ね。 でもそんなね、得意じゃないんだうん。ノさん、見破るあー、ありがとう結構,結構たくたく入ってるから。ありがとうのぶささーん乾杯、のぶささん。相変わらず可愛いですね。ありがとう。<laughs> 相変わらず、うん、頑張ってます。なんとかいいじゃん、以上。そう、今日すごいんだよ。プロのメイクさん、マジで、マジで、すごいメイクさんと、マジで有名な。うん すごいねあのあのヘアスタイリストさん達とねや,やっていただきました東京ゲームショウのこれ会社を生で見たらもっとすごいそうヘアメイクもねウィッグかぶるのにねすごいねすごい髪の毛するのうんぐるんぐるんに巻いてねうん超完璧にするんだけどそうすごい2二人ともねめちゃめちゃすごい方なんで 実は、マルゲリータさんお誕生日のやつありがとう。埼玉のしんさんこんばんは、こんばんはです。ノブスさんのツイートでお腹減るんです。カクテルは。んまぁ、タッキーさんこんばんは。はじめまして。はじめさん、ミラーボールありがとうございます。あ、ありがとう。<laughs> ありがとうございます。な <laughs> ノちゃんさん、こんばんは来てくれてありがとう。ね、お久しぶりです。ちょっと待ってね。食べるよ。で、ちょっとですね。 うん、カラオケもさせていただこうかなと思います。あの、迷惑ない程度に。<laughs> 迷惑ない程度に、うん。うん、あのね、うん、あのー、歌います。何歌おうかな何歌おうかな誕生日。バースデーソング自分に歌おうかなまず。お、歌うの歌おうと思います。せっかく誕生日だし。 気持ちよくカラオケも久しぶりだったら楽しみですよね。うん。ほんとに。全然、カラオケ配信とかできなかったから。おいしい。めっちゃおいしい。え、おいしいんだけど、モンブラン。こんなにおいしいんだ、コンビニのモンブランって。ほんとにおいしい。 こちらいただきますうんじゃあそろそろ一曲歌っとこうかえ待ってイヤホン必要じゃない歌うのにえショールームってイヤホン必要だっけショールームってイヤホン必要だっけねちょっと待ってね 待ってね。やばい。待って、イヤホン、イヤホンは、ブルー、ブルートゥースのしかないな。どうしよう。え、どうしよう。イヤホンないと歌えないかな。ちょっと待って。嘘だろ。あイヤホン支えないとダメな気もするね。 うわやばいマイク付きイヤホンを接続して再度お試しくださいだって無理サファルパーク無理俺の使うちょっと待って貸して <laughs> やばいどうしようイヤホンないとダメなんだそうだよねそうだったよねえーまた歌いたいと思いますごめんなさいアカペラ アカペラなんか音源とかあったら全然歌うけどねもうねあの48じゃないからいそんなに厳しくないだろうし <laughs> えなんかでも音源出せるあれもないからな携帯も残念だちょっと待ってねいやないかないやないよなテレビぐらいしかないな えー、アカペラで歌うもう <laughs> いやーカラオケーアカペラ厳しいで信笹見ないありがとう残念だったな誕生日なのにパニックパニ,パニパニパニック困った困った本当にどうしようかな もう本当にちょっと待って、配信できる時間がないんだけど、稽古始まってからの時の方がね、時間はね、あると思う、逆に。そう。なんかすごい音が鳴ってるよ。では、セミのモノマネで。<laughs> セミのモノマネあの、ポカチでね、やってたからね、セミのモノマネね。<laughs> 本当人として恥だよね、マジでね。もう、思う。嫌 <laughs> なんだけど <laughs>。 あれ,あれもう本当に人としていろんなものを捨ててたよね <laughs> やるけどね全然これからもね全然やるけどね花火でも上がってるみたいな音ずっとしてるのね何なんだろうねこの音何なんだろう何の音 マジで何の音だろうなんかずっと音するよね。セミのモノマネではなく本物だったよ。<laughs> ありがとうございます。<laughs> いやー <laughs>。またいつかやります、セミのモノマネ。その日まで待っててください。えー、歌いたかったな。無理だよね、多分。 これで流せないかな。美味しい。めっちゃ美味しい。待ってね。めちゃめちゃ美味しいよー。誕生日のメルトありがとう、ツーボンさん。ツーボンさんお久しぶりよね。ツーボンさん元気してたうん。ガラシはね。 ギリ、ギリ、ギリ元気。これガイい人が窓の外に集合してるのかななんだろうなんだろう本当に。ちょっと、ホテルだからいろいろ響いてんのかなうん、こんな音しなかったな、夜。作業してるんだろうね。うん。け麺ウーバーしようと思ったら、500g 以上は。 頼めないって言われたから、あー、諦めた。500g 以上は頼めない待って、500、あー、違うね。<laughs> 何 g 以上じゃないと頼めないから諦めたは聞いたことあるけど、500g 以上はあ、頼めないから諦めたって初めて聞きましたね、その。上限があって頼めなかったって。500g 以上必要なんですか、つけ麺、本当に。こんな食べるの食べすぎじゃないさすがに。 さすがに、そんな食べるのやめな。でもね、多分大丈夫なんだよね。独立体質なんだよね。誕生日読んでのうん、ありがとうございます。乾杯しましょう。乾杯。うーん、なんか、なんでこんなに炭酸、ガブガブ飲めないんだろう。美味しいのに。うーん。 あ,あと明日だけかそう実はねなんかね東京ゲームショウがねあれなんですよあのー、なんだっけうんー今日明日じゃんみんな今日明日来れるやんでも昨日おとといもね実はやってて同じように昨日おとといはね本当にゲーム会社の関係者の人たち用のね日やったのそう まだもともとさあれほらゲームなんだろうプレゼンみたいなもんだから各会社が他の会社とかのプレゼンみたいなうちはこういうのがありますみたいな売り込みみたいなやつだからさそう昨日おとといもあって昨日おとといもねやってたんですけど、うん、全然今日と雰囲気違かったねなんかみんなこうビジネスカジュアルみたいな服着てね着てるからこう なんだろう、ブースとかこう、なんだろう、ブースを見る目とかこう、ゲームをプレイする目がね、全然違かったんでね。そう。<laughs> すっごいもうなんか、めっちゃ真面目にこう、全部こう、うん、こうやってプレイしてて。そう。今日みんなニコニコしててね、ああ、やっぱ違うなと思った。展示会、そう、展示会だからね。五十嵐のコスプレチーム、これ T が、いやっぱありがとうございます。でもあれはね、そう、全部ね、用意していただいてる。そう。あれはね、そう、五十嵐が、 あのー、作ったり用意したりじゃなかったんだけどそうメイクまでしてもらっちゃってるからね今回ねそうただね嬉しいです、ね、すごいツヤホヤされました似合ってるねーってみんなにスタッフさんたち似合ってるねーイラさん似合ってるよー <laughs> 最高の現場ですね、はい、赤のベんコさん顔も開てくれてありがとううんおいしい このモデルさんをやったんやね。うんうんうん。こんな感じです。はい。ぜひぜひ皆さん見てみてください。ましたあのー、なんだろう。うんえー、あれどこにあるんだろうあのブース。なんてところだろうな。なんかね、 ドラゴンボールのブースのね、近くなんですよそうぜひ。ぜひね、中で流れてる映像もね、見ていただけたらなと、えー、思います。よろしくお願いいたします。さて、だらし、フリピンでギャルだったな。<laughs> フリピンでギャル。なんでどこのブースに行ったのキリアっていうブースです。桃天さん、こんばんは。キリア。そう。あのね、アラビ、サウジアラビアの えー、なんかね、そう、あれ、謎に思ってる人が多くて、何のブースなのあれみたいな。あれ何、何みたいな。そう、動画見てもピンとこない。みたいな、うん。あの、サウジアラビアの、あの、プロジェクトです。あれは。サウジアラビアで、ドラゴンボールではないんだ。あ、ドラゴンボールもある。同じ会社です。そこ。ドラゴンボールのテーマパークがサウジアラビアに今できたんだけど、めちゃめちゃでっかいね。テーマパークが。そこ、 も作った会社が、会社で、そう、あのー、なんだろう、あのー、e スポーツのゲームのこう巨大都市みたいな巨大施設を作ろうとしてて、今作ってる段階なんだけど、確か。ほぼ作り終わったのかな、そう。 そこ、それのね、あの宣伝ですよ。こういう都市ができます。こういう施設ができます。ぜひぜひ、いかがですかーっていうゲーム好きの方々みたいな。そう、瀬名さん、こんばんは。そう。方々のやつで。そう。なので、そう、日本、なんか、なかなか行く機会はないかもだけど、その、実際にね、みんなが。うん。うんね。そういうプロジェクトで、だよっていう。だから、その、 何のゲームとか、そういうのではない。どこのゲームとかではなくて。ゲームの都市、開発してますっていう宣伝。ま面目ありがとう、ゆうたろうさん。ありがとう。ドラゴンボール。マフーハマフーハじゃ。真ーハってな。<laughs> 読めないだけだな、たこんばんは。む、む、い、自然さこま。ねえ。ジョシちゃん、あそこもありがとう。 物の石油王が絡んでるのかそうで,すそうですって言ったら、ね、だからめちゃめちゃブースでかいですちなみにあのー、ナムコさんとか、あのー、ナムコさんとかと同じぐらいの大きさのブースですそこが、はい、すごい大きいしすごいなんかもうあのお金がかかったブースってあの直接的にすごい言っちゃったけど。 <laughs> すごいね、うん、すごいとにかく、うん、圧倒されますね、はい、う嬉しいね、そんなすごいところになぜかあの使わせていただいて、お誕生日はありがとう、サトシさん、ありがとう、23歳になりました、今年もよろしくお願いいたします、ありがとうございます、頑張ります、元気もりもり、宮崎さん、お誕生日もとありがとうございます、ありがとう、めっちゃ大人の雰囲気あそう、なんかね、アイメイクがね、そう、今日のやつが残ってますね。 あとね、あの、前髪はあの、もう使い物にならないので、そう、べったべただから、そう、横にずらしちゃってる。それがあるか。ピンクガムさん、こんばんは。お誕生日ですありがとう。お久しぶり。ありがとう、本当に。23歳の抱負。今年、めっちゃ働く。<laughs> それが抱負です。はい。モンブランうん。モンブラン。 誕生日ケーキですさらながらにお祝いしてます自分の誕生日のいも一番かわいいかわいいよそうそうそう、えー、生誕祭がですねちなみに10月のうん6日にありますのでぜひぜひえー、会えたらなと思います生誕祭10月6日ですそしてですね もうなんかちょっといろいろありすぎてわかんないんだけどトークショーがねなんとね控えてます私お誕生日ありがとうサンドマルママさんありがとう23歳頑張るよ23歳いっちゃん働く目標いっちゃん働けますそうこんなに働いたの SK ぶりですねぶっちゃけねそうモンブランってちょっと下ネタは待、ま、つで、ね、なんでモンブランってそんなし <laughs> な,なんでそれ下ネタなのわかんないの なんかでも言うよね、下ネタってね。よくわかんないんだよね。あれんですよね、言うが。誕生日の 662BPM さん、ありがとうございます。ありがとう。ね、今年もよろしくお願いします。そう、えトークショーがね、控えてます。10月、10月何日ですか <laughs> そう、若手女優のトークショーっていう、あれでね、私含めて、あのね、私とあの司会の方含めて、えー、4人、ね、あの,の、4人の若手女優かな。 寝てるんですけど、あの、私はまだちょっと舞台、まだやる前なので、女優、女優、女優って、そんな相手いいのかっていう立場なんですけど、うん。に出させていただきます。はい。ぜひ、ちょっと、あの、詳細 X で見てみてください。あの、特典とかもあります、確か。あの、なんだろう。話せる、多分。あの、それの後、トー,ーの後。若手女優、代表作、セミなのに。 代表しあ代表作セミなのに <laughs> いいだろセミが代表作なのでもねあまあ、ま、僕らの奥クさんこんばんうちのさんこまばん、ねね、23歳俺何してたかな23歳ってさなんかさめっちゃさめっちゃめっちゃバリバリさなんか仕事してあのなんかねすごい頑張ってる人と めっちゃ普通に、まだ全然、あのー、大学生と変わんない生活してる人とって分かれるよね。そう。五十嵐はね、もう典型的に、ね、後者になると思っていたが、だが、しかし、そうはさせない。<laughs> お仕事頑張ります。今年、本当に頑張りますそう。だからちょっとね、配信とかがね、なかなかできない。 かもだけど、でもでもそれでもねあの安心はちょっと心の支えということでな <laughs> んとしてでも仕事先に行けでもしたいほんとはこんばんはいやほんと落ち着く <laughs> なんかね最近気づいちゃったんだよね五十嵐うん<ー>いや待ってめっちゃいろいろコメント飛ばしてごまドキンじゃないごま さんこんばんはそう。あ、ごめん、ペペさんありがとう。10月9日か。あ、もうすぐだね。10月9日。ありがとう、ペペさん。10月9日、19時半開催です、トークショー、はい。ぜひぜひ、水曜日なんですけどね、夜なので、お仕事帰りギリギリ間に合うよって方、ぜひぜひ、あのよろしくお願いいたします。ポケット独立リーグだ。この独り言の、あ、カイブさん、こんばんは。なんだっけ、何言おうとしたんだっけ そう,そうそうそう。五十嵐さん、最近やっとき分かったのね、あの、加藤ゆいちゃんが、こう、ツイ、ツイートを我慢するみたいな。ツイートしたくてしたくてしょうがない。みたいな。うちの人はよく分かんなかった。え、なんでそんなにツイ,ツイートしたいのみたいな。なんか、なんか、ツイートしたい気持ちってどういうことって思ったんだけど、そう。なんか、ようやく分かって、それが。なんかね、心配だったり、不安だったりするとね、 ツイートしてみんなの反応をね、あの、求めてしまう。確認したいってなっちゃう。最近それがやっと分かって、で、なんかしかもそれでちょっとね、夜とかにダダダダダってね、いろいろね、ツイートしたりしてるんだけど、そう。昼間できない。普通にマジでツイートしてない時間、最近はですね。マジで普通に携帯をいじれない時間なんですよね、最近、そう。あのバイトとか、あの、仕事とかで、本当に携帯いじれないから。 そう、ちょっとツイートできてないんだけど、本当に不安がすごくて、ちょっと、そう、ちょっと配信してないからかもしれないんだけど、<laughs> 本当に不安がやばくて、そう。で、こう、あのー、はやっと携帯さら割れるってなったら、こう、なんか、あのー、なんか、あれ大丈夫かなとか、うん、なんか、気になって、すごい、不安になって、こう、ツイートして、で、ずっとこう、コメント来ないかなってこう待ってたりとか、うん、なんかね、ようやくわかりました、気持ちが。うん。 何に対して不安かはちょっと分かんないんだけど <laughs> 人生 <laughs> リボンシ人トンさんこんばんは来てくれたりだお誕生日に向ありがとうデコさん社員さんありがとうございますそうそうそうよいしょ、うん、こ,んんいいさんこんばんはヒグマジンさんこんばんは気づいた気づいた好き卒業して彼氏できた彼氏できたいやそうだよねタレントは別に彼氏作っていいもんねアイドルと違ってね なんかたまに聞かれるんですけどね。うん、ちょっとねあの。なんだろう。つなんだろう <laughs> つく。作。作れると思ってた <laughs>。いかれしを。もうんまあ。だって今まではね、フィリピンにいたから、まあ。ね、まあできなくてもしょうがないかって。ですぐ。 アイドルにないるア,、まあ、アイドルだからな別にできなくて当たり前だなとか思っててでも、まあ、卒業したらまあできるっしょみたいな,なんかだから中学校になったら彼氏できるっしょって小学校の頃思ってたみたいな高校生になったらできるっしょって思ってた感覚でね思ってたんですけど学ばないものですね人間ってねそうあの何、ー、だろうなので自分で行動を移さなきゃいけない ちょっとそんなことしてる暇もね、ちょっと今はないのでね、そうとりあえずお預けします。やすくんですかわいい。ありがとう。遊びに来て、ありがとう、やすくん。やすくん、お誕生日の乾杯しよう。ああ、いや、宮崎さんあ。ありがとう。すごい、ポっョめちゃちゃ言ってたあ。ありがとう。うわ宮崎さんからミアボールいただきました。ありがとうございます。あ,ありがとう。あ痛いてててててて。言霊で。 言霊ってなんだっけ言うと叶うみたいなやつだっけいがらは恋愛、えー、禁止です。いがらは禁止なんだ。いがらしは大丈夫なのに。いがら、いがらしを応援してる人は恋愛禁止なんだ。初めて聞いたな。オタクの方が禁止って。なるほど。名言いただきました <laughs>。本当に、本当に未来の自分は何もしてくれない。今の自分が何もしない限り。マジで。うん。まあまあまあでも、でも。 時は来るっしょ。彼女と来ました。報告イコール腹筋5000回です。いがらは彼女を作っちゃいけないルールがあるんだね。<laughs> 知らなかったな。あつしさんこんばんは来てくれてありがとう。うん、はてな、フリピンから配信中あ、これ仕事先から配信してます。ホテルです、今。そう、あの、今ね、東京ゲームショーのね、でね、あの、ちょっとね、お仕事してました、ね、そう、明日もいます。もしよかったら来てください。<laughs> いきなり来ることなんて無理か。 かメッセージでねそうおっし安くんハート10個ありがとうありがとうありがとうねおいひー、うん、うん、もうとりあえずとりあえず25歳23だわまだ23だわ、うん、23歳の方がほんと仕事なんでとりあえず仕事に集中します今年は何も考えません仕事のこと以外はい もう仕事人間になります、私は。毎日仕事のことを考えて、仕事の、仕事しかしない人間になりたいです、今年は。うん、あのメイクってどのぐらい時間かかるのこれかなこのメイクさんがやってくれたメイクかなあとここにタトゥー、タトゥー、こういう、ハートのタトゥーが入ってるんだけど、あとここにニコちゃんマークがね。それ、そういうのもあって、うん、どんぐらいだろう。なんだろう、どこからスタート ってううんだろうまずねマッサージとかしてくれるむくみ取りとかそこまで入れたら45分とかかかるかもしれない、うん、なんかねすごいんだよメイクさんのアシスタントの方がまずマッサージとかむくみ取りとかしてくれてこうやって、ね、シューっ,てって保湿とかしてくれてで、あのー、ベースを仕上げてくれてでえー、ガチまいやどちらもガチなんだけど メイクさんが、あのー、いろいろこう、アイメイクとかこうしていくみたいな感じなんだけど。ロードさんは誕生日おめでとうありがとう、ロードさん。ありがとう。<ー>プロコスプレイヤーの方、こんばんは。プロ,プロコスプレイヤー。<laughs> ありがとう。<laughs> ね、恥ずかしいね、そう言われると。そんなことないんだけど。プロコスプレイヤーの方々ね、ちゃんと自分でメイクしてるから、ね、本当ヤスくん、ありがとう。なにこれラップいただきました。ありがとう。ラップありがとう、ヤスくん。 ありがとうね、まあ、ツリビートさんこんこばんは来ててくれてありがとうじめまして釣り人さんこんばんはですこのあとはね、あのー、制作会社の方々とご飯を食べるのでね8時までにさせていただこうと思いますめっちゃ楽しい、あのー、めっちゃ楽しいっていうか、まあ、これもねお仕事なんだけどさ初めて仕事先の人たちとこうご飯を食べたり ね、あの私はお酒飲んでないんだけどむくんじゃうからねあの乾杯したりとかねそうする機会があって事務所の人とね正直ね事務所のマネージャーさんとかともね一度もね飲んだり食べたりしたことなかったからそうすごい嬉しい、うん、おいしい今もの食べさせてもらえるんじゃない昨日はちょっとビュッフェをいただきました <laughs> <laughs> ねえ本当は甘やかされてる、うんめんこんばんは,こんばんはありがとう来てくれてアボカホさんそう絶対ごちそうえちゃうん、美味しかったよビュッフェもねえなんかね天ぷら揚げる担当のシェフとかあのステーキ焼く担当のシェフとかがいてねそう焼きたてのステーキを食べれたりねそう美味しゅございましたとてもうん とか言ってもね、あんま調子乗って食べるとね、次にスーツがきつくなるからね、ダメなんだけど。そう。むしろいいものしか出ない気がする。ありがたい。<laughs> ありがたい、本当に嬉しい。うん。でもその環境が当たり前と思っちゃいけないね。とめっちゃパラダイスじゃなかった。最高だったよ。う当ん。本当に最高だった。今日で最後かなそれもね。今日最後なんで、あの、ホテル。 泊ま,りははい、泊まってる組の方々とねご飯を食べてて昨日までお風呂まで入りました <laughs> 仲良くなったね仲良,くさせ仲良くなったっていうかねそう向こうは多分気使ってると思うんだけど、うん、あのすごい親しく話してくださる、ね、女性スタッフの方々と一緒にお風呂入って昨日も、うん、最高のスタートダッシュですね 今年結構パツパツのコスプレやんね結構っていうかもうね空気が一切入ってないなんかラバースーツなんですけど結構っていうかもうねそうもうもうあれ本当に着るの大変 <laughs> マジで大変あれ本当にもうね真空パック <laughs> 真空パックのコスプレもう そうあれね普通には着れないからなんかねローションめっちゃ塗ってローションでぬるぬるにしてね着てるんですあれ実はなんかベタベタなんですよそうあのダイビングスーツみたいな感じのもっとやばい版 A の実に A の神町さんこんばんはお久しぶりそうた分ねちょっとね問題がありましたあれねそうこのお仕事すごく楽しいんだけどねそうあの なんて言うんてううだろうちょっとちょっとだけねちょっとね荒れますね肌が若干敏感肌なんだけど若干あそうそれでねボディークリームまでね昨日買っていただいたんだけどねちょっとね荒れきるとね肌が荒れちゃうムチムチ感がいいぞあそうなそうちょっとねあれね太っちゃってそう太っちゃってっていうかそう <laughs> そう あの、今一番ね、太ってるの。でもね、本当にちょっと、本当にもう、バイトと仕事で、もう、ジムに2週間とか行けなくてね。そう。もう、本当やばい体が、っていう状態でちょっと着させていただいちゃったからね。結構ね、あのーあ、パンパン。<laughs> ギリギリ。寸法を測った時よりも太ってるから、そう。 あれ、オーダーメイドなんです、ちなみに。そう。あれ、誰でも入るわけじゃないんです、あのラバースーツ。そう。ありがたい、そう、ありがたい。俺も最近事故で動けなかったから、あ犬ってる、犬ってる。いえ、動けなかったか。そうだよね、事故あってたもんね。なんか、ミスターさん、いろいろ体壊してるけど大丈夫かな。うん。顔に出てないので、増量成功なのでは。増 <laughs> 量成功 面白い。頑張れ、カロリミット。頑張って、カロリミット。負けないで。お前、エムナーさん、こんばんは。わお蹴ってるようも投げられないもんね。調、うん、ーもしないからね。あじゃあポコちゃんしないからね。腹筋もしないしね。マジで行きたい。本当に行きたい気持ちはあるよ、ジムに。本当に時間が。 ない <laughs> って言ったら言い訳に聞こえちゃうんだけどちょうどジムにジムが空く時間があのー、アルバイトがだいたい始まる時間ほぼ直前でそうそこホテルそうですホテルですここはあのー、仕事先のホテルです今から 夕飯を食べますスタッフの女性の方々とおいしいもしかしたらメイクさんもいるかもしれないけどライアンさん今回来てくれてありがとう今はアルバイトに全振りですからねあそうアルバイトにうんそうもちろん仕事タレントの仕事最優先なんですけどタレントの仕事が入ってない時は タレントの仕事入ってない日イコールアルバイトをしてる感じなかなかねなかなかねうん来月の給料がドキドキだねそう誕生ありがとう匠さんありがとうありがとう せっかくやから今日は美味しいもんいっぱい食べなきゃやつじゃもうね、ここまで来たらね。そうだね。タレントアルバイター。<laughs> タレントアルバイターです、今月は。そして来月はね、稽古に励みます。マーロさんこんばんは来てくれてありがとう。はじめまして。うーん。なんかそう思うと寂しいな明日で最後か。 そうそそそうううあのー、私のあのー、なんだっけうーんエッセーそうあのー、現代ビジネスのエッセーがねなんと先日昨日、えー、新しくまた更新されていたのでもしよければねちょっとねちらっと見ていただけたら嬉しいです。このの X にあの 共有、共有、共有しようと思いますので、そう、新しいあれが上がってました。ぜひぜひ見てみてください。更新されたじゃないそう、更新されました。復活したエッセー読んで、ありがとう。そう。あれ、またね、続きがね、来、毎週出ると思う。そう。共有 <laughs> 後で見ます <laughs>、ね。ありがとう。お誕生日ありがとう。ありがとう、ひさかずさん。ありがとうね、本当に。ありがとう。 23歳頑張るよ。サクラ A.C. さんコマ、舞台見に行くえ、ありがとう。舞台、そう、舞台ね。ぜひ見に来ていただけたら嬉しいよ。そう。うん10月31日と11月2日ですね。10月31と11月2日の舞台。ね にね、出させていただきます詳しくはぜひ X の固定ツイートを見ていただけたら嬉しいんですけど、あのー、朝の部と夜の部昼の部と夜の部がありましてどっちも出てます、はい、うんおいしいおい、うん、しいおいしい今何時かな48分なるほどあと10分ぐらいしたらねちょっと 配信を終わりにしたいと思いますそれね歌いたかったなうん鼻炎あと何かなみんなに話しておきたいことあるかななんかいろいろあ待っていろいろもらってたなえむなみさんクラッカーありがとうあっきれさんこんばんはありがとうグラビアお待ちしてますありがとうございます まああの、待っててください。<laughs> 待っててください。いいニュースが多分すぐできます。言えます、はい。アイドルの誕生日って人生初アイドルの誕生日祭、ま、祭りって人生初アイドルの誕生日祭りガラシアイドルじゃないけどな。そう。<laughs> 誕生日ありがとうございます。6日に生配、五十嵐さん楽しみ。 ですありがとうねあのぜひぜひお待ちしておりますよ来月末の舞台も楽しみありがとう金さん、ね、まあでもまあでもタレントもアイドルと同じ同じだったりするのかなんかねお父さんが言ってた五十嵐さんはアイドルでしょ五十嵐さんね うん、一応ね元アイドルなんです、うん、もうね今アイドルやってないんです、うん、だけどねそう言ってたお父さんがぶっちゃけこう世間一般的に見たらアイドルのタレントもあんま変わらんっていう,そうなんかあんま変わらんのかと思ってまあ確かにね確かにねこうよく考えたらね 最近のタレントさんって普通にアイドルみたいに歌って踊ったりしてるし。声優さんもいるじゃん。だって。声優さんも半分アイドルみたいなことやってるじゃんね、うん。誕生祭はともかく人生初よ。あ、生誕祭、センターさんかい。うん。人生初あ、じゃあお待ちしてますさん、ね。人生初か、生誕祭自体が。生誕祭人生初か。マジか。え、嬉しい。ありがとう、来てくれてね。 ぜぜひぜひお待ちしてますうんうん最高の生誕祭にしてみせます声優さんも歌って踊るのそう言います声優さんもね歌って踊ってるよね「願いしは俺の心のアイドル達成」<laughs> いいね宮崎さん本人の自称としてはタレントでいいんじゃないそう本人の自称としてはねタレントです あの逆に五十嵐が自分のことアイドルって言ったらねちょっと失礼に当たっちゃうからアイドルの方々にそうみんながねアイドルっていう分には全然大丈夫ですじゃマツケンさんもアイドルなんじゃないいやマツケンさんはアイドルだよマツケンさんはアイドルだねうん歌って踊ってるからね完全にね <laughs> 綺麗な服着てねそう歌って踊れるグラビア女優 知ってすぐアイドルクビになってたからな。そうクビじゃないからね。<laughs> まあ同じようなもんですけどね。ティートグループから他のグループに移る過去転生する子も増えましたなね。なんかね、グラ嵐は結構ね、聞かれるんですけど、またアイドルやんないのみたいな。結構聞かれるんだけど、いや、アイドルやりたかったら別にスキー卒業してないっていうね、感想なんです。 私はだってねアイドルやりたいなら別に卒業してなかった五十はもうもうすべてをアイドルにアイドルとしてのすべてをもう SKE に捧げきったから卒業したのでそう定義が分からなくなってきた <laughs> いや簡単ですアイドルは歌って踊る 松ンさんも歌って踊ってるから、うん、アイドルって。<laughs> そう。松平ンさんね、ごめんなさい、本当に。間違えたことがあるんでね、そう松平賢さん、松平賢さんって、ね、仕事休んでいこうと思ったのは、五十嵐さんが、マジか仕事休んでわざわざ来てくれるのか。へよく、よく、そう、勇気を振り絞って、ね、あのー、 決心ししてくださいました必ず必ず後悔させないようねあのおもてなしさせていただきますよ、うん、あれ総選挙で結婚発表してクビになったんじゃなかったかそれそれあれねそれはあのあの,あのね別に別に結構,結構前にこう卒業された方ねクビ,クビじゃなかったしね確かにそう卒業しますってい、ねはい、おっしゃってたしね 引き抜き抜もあるようで引き抜き抜あー、こっちのグループはいいアみたいなね。そうなんだ。あるんだあ。そうだよな。なんかもし不満とかがあったらねあ。別のグループ行こうみたいになっちゃうのかもしれないね。小林蘭ちゃんとのツーショットで、え感、ー、無量です。ああ、そう。うーん。小林蘭さんとね、小林蘭さんね、私もね、結構前からご存知だったんですけどね。なんとお仕事っていうかね、そう。 あれに出させていただいて、あのー、トークショーにね、トークショーっていうかその、バラエティーショーみたいなのに、そう一緒にそう、お話しさせていただきました。めっちゃ明るい方だった。カラオケ師さんこんばんは。五十嵐が結婚したら、ご祝儀、弾まないとなご祝儀か。ご祝儀ってあれかな結婚した人に送るお金かなあれ わかんないけど。あれ結構、あれで辛くなる時期って多分来るよね。<laughs> あれさ、あれなんとかなんないかな。<laughs> 怖いんだけど。23でしょでもあと2年後ぐらいに、結婚、 パラダイスがバーってこう始まって、ご祝儀を年に何回か払わないといけない時期が来る気がするんだけど、あれなんとかしたい <laughs> な,なんとかなんないねそう、うちももらわなくていいから、みたいなその。うちがもし結婚したとしてももらわなくていいから、私もちょっと一旦後ででいいみたいな。<laughs> ご祝儀借金ってできないのかな そう、ちょっと、25までに、そこまでのお金の余裕があるかね、ちょっとね、心配。ご祝儀で破産ねえ、大きく,くね。ご祝儀、相場が難しい。日柄最低5万から積みます。5万、高いな五5万円高いなペイペイで。<laughs> 受付の人、あ、すいません、ペイペイってできますかやだなぁ。払た分自分の結婚で取り返す <laughs> ねでもね、結婚できない人にとって不利だからさ、結婚できる保証がないじゃんね。だってね、そう。保証って言ったらね、あれだけ。必ずしもね、プラマイゼルになるとは限らない。そう。だからちょっとあの、後回しにしたいぐらい怖いなー怖いなー <laughs> 怖いなー怖いなーじゃないよ。か <laughs> けちゃん、おばあんです、こんばんは。カムカバーさん、お久しぶりだね。ね元気してたカムカバーさん。 今ね、お祝いしてた。あ、ケーキ食べ終わりました、ちなみに今。ごちそうさまです。23歳頑張ります、ほんと。マジで仕事だらけ、仕事しかしない23歳を目指します。あまり呼ばれなかったから、点々で。あ、そっか。まずそもそも呼ばれる人が少なかったら、ご祝儀あげなくてもいいのか。じゃあ大丈夫かもしれない。ガレッシは結婚しようと思えばできますよ。それは私の両親に聞いてみてください。 私の両親は五十嵐家の墓を畳もうと、えー、真剣に今悩んでいるそうです。はい、<laughs> え,え、待って、待って、なんか、結構ショックだったんで、なんかお母さんが、あのおばさんあの、お母さんのお姉ちゃん、そう、おばさんと話し合ってて、五十嵐家の墓、結構大きい墓なんだけど、それを、なんかあの畳むっていうかね、墓を畳むそう、あの、あの共同墓地。 に、全部入れて、あの、郷土墓地にしようみたいな、そう。もう、なんかあの、郷土墓地あるじゃん。そこに、うん、もう入れて、そうしようって。じゃないとあの、管理できなくなった、もう放置されたお墓とかは、あのー、そっちの方が良くないから、みたいな、うん。言ってて、話し合ってて、私抜きで。それね、つまりね、五十嵐、五十嵐隼が最後の五十嵐家のね、人間なんですけど、そう。 最後って言ってもね、別に、五十嵐が、あの、普通に結婚して子孫繁栄をすればね、あの、別に解決する話なんだけど、なんかね、勝手にね <laughs>、なんか望みが、望みが薄いとこう、考えられたみたいでですねあの、勝手にちょっとそういう話がね、出てて、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、お母さんってなってますね。の何の相談もない <laughs>。えーっ 五十嵐別に、お墓の管理するし、別に、そうとは限らないよ。<laughs> 別に全然、全然、家族作るかもしんないよ。<laughs> 墓、愛知なの、うん、うん、こっちだよ、こっち。うん、お墓はね、確かね、埼玉にあったかな。ラッスンゴレライ。<laughs> 諦めた。ちょっとね、寂しいですよね。そこまで。早めにやけは、早め、早いよね、ちょっとね。 せめて五十嵐がこう33ぐらいになるまで待っててほしかったけどそう出産祝いのあとは、えー、新築祝いでさらにお金があ新築祝いなんてしなくていいよもうよかったじゃん <laughs> よかったじゃんそんなね家まで建てられてさぞ自慢できるだろう <laughs> えそんな嫌みたらしい人間になっちゃいけないよみんなは。 結婚したら名字が変わると思ってるからじゃないのいや違うんよな、うん、うちはねあのうちはあの婿が嫁ぐの割と普通に五十嵐家も母の名前なんです母母の王の名前でうちはねお父さんがね嫁ぎにぎに来てるのそうだから全然もし私が結婚したら 五十嵐家に嫁いでもらうのがぶっちゃけベストまあ話し合いもしなきゃいけないかもだけどベストなんですけどそうなんだけどおうんま <laughs> 一人っ子で一軒家もつらいぜいやー一軒家あるよちなみにうち、ね、えちょっと五十嵐そこに住みたくなってねあのね断っちゃったんだけどねおじいちゃんの家がね一個ねでっかい家が余ってて 父が向こう入りなんだね、五十嵐家。そうそうそう。父が向こう入りなんですよ、うちは。向こうさん取ればいい。石、あ、な、そう、んな,な、なんとかになったら、夫婦、夫婦別、別姓法案、通しそうだけどね。ああ、なんかそういうのあれね、今ね。父、突いいの。<laughs> うちの裏に五十嵐さん住んでるからどう五十嵐さん。五十嵐さんと五十嵐さん結婚すれば確かに五十嵐家。ダメなんよ。<laughs> お墓は別々なんよ。新築祝い。 無用紙かなそう無用紙、なるほど先日巡礼したいのでカキープでお願いしますカキープカ <laughs> キープなんか岡田さんみたいに勝則さんこんばんは早川さん芸能人やからなかなか大変やと思ったんかな分かんないけどさー <laughs> えー、ちょっとちょっとは相談してくれてもいいのにね, <laughs> のねあんたは結婚する気あるのとかさ何も聞かれないんだよね五十嵐家残したからって 残したかったら行って、向こう入りするわ。ちょっとね、じゃあ、あの、お待ちしてます。あの、とりあえず、婚姻届をね、提出してください。はいあ。あの、集めてるので、はい。その中から選びます。もう、どうしようもなくなったときにね、の中からこうやって選ぶってね、言ってる、ずっと。い <laughs> がといがらしが結婚したら、 100嵐になるんじゃ、55、たす50ってことでね。とりあえず、いららしには幸せになってほしいの。いやね。ね。幸せになってやりますよ。ぶっちゃけ全然別に結婚イコール幸せでもないしね。そう、もう今幸せだしね、ぶっちゃけね。本当に今正直私以上に幸せな人間出てきてみよう。いるのかっていう状況です。正直。そろそろ時間では。 あ、やばい、やばい、やばい。そろそろお時間でした。すいません。ちょっと、あの、連絡しないと思って。ということで、皆さん、そろそろ、え誕生日パーティー、締めさせていただこうと思いますが、えー、皆さん、ちゃんと、あのー、ぜひ、23歳の五十嵐、あんま配信できなくても、めっちゃ頑張ってます。今は。 今は、というかもう今年は本当にお仕事をしかしない年にする予定です。はい。えー、ぜひぜひ、あのー、応援していただけたらなと思いますので、えー、これからもよろしくお願いいたします。初舞台、10月31日、11月2日、えー、頑張ります。もしよければ、五十嵐の初めての、ね、一歩見ていただけたらと思います。頑張るそう。 よろしくねありがとう。またね。あ,あ、待って、ランキング発表しよう。急いでランキング発表させていただきます。13位、渡るんさん。ありがとう。12位、ずかさんあ。ありがとう。11位、m むさんあ。ありがとう。10位、牧さん。ありがとう。9位、原崎さん。ありがとうございました。8位、元気もりもり、宮崎さんあ。ありがとう。7位、わいめさん。 ありがとうございました。六位安すくん、あざっしゃ、五位あきさん、ありがとうございました。四位マータンさん、ありがとうございます。三位ミスタイさん、もうないな。ええー、ミスタイさん。 もうこれ以上の声出ないありがとうなもう無ちゃにいえすぶかいょさんありがとうございましたネタ切れネタ切れ一ちのぶすさん本当にありがとうございましたありがとうございますありがとうってことでえー、配信を 終わりにしたいと思います。<laughs> ひどいじゃん。<laughs> ありがとうございました。また明日、もし東京ゲームショー来る方は、えー、キリアのブース探してみてください。ドラゴンボールのブースの近くです。お疲れ様でした。バイバイ。ありがとうございました。<laughs> バイバイ。頑張るよ。23歳、本当に。バイバイ。バイバイ。